毎度おなじみ袋小路金蔵でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。金ちゃんです。本日ですね、私いつの本日かはわからないんですが15時50分ということで、帝国通り、今日本日久々の私ですね、350キロですね。で、到着予定時間がだいたい夜中の1時ぐらいで、ホテルにチェックインしてシャワー浴びて、スケベなペイチャンネル見てね、気づいたら寝ると。まあこんな塩梅でですね、なんか心なしがワクワク、一人旅でございますからね。皆さん一人旅嬉しいですね。ね、もうちゃっちゃと仕事終わらしてね、ビールとかそんな飲まないんですよ。突然ね、仕事が入る身の上でしょ我々は。だからなかなか飲酒ってできないんですね。ね、これ私ニートなんですけどね、どの職責だったってね、イレギュラーが起きた時ってドライバーが足りんじゃないですか。どんどん吐けていくからね。だから最後はやっぱりね、私やってハンドル握りますから。皆さんね、私仕事してないように思われるかもしれんけども、私も一発のドライバーでございますね。他の方よりもそら能力は低いかもしれないですよ。宅配だったってね、出会ったことはないけどもやね、私やって配ろうと思ったら配れますよ。1時間に3個ぐらいかな。だって一軒一軒が5キロ離れとったりとかね、高低差があるからね。だから1時間に3件配ったらええわね。だから1日40件は配ったら、よー仕事したー言うてなるわね。山ん中やから。でもやね、山が40件だからすごいぞとは思ってないんです。やっぱり60も70もね、山ん中で100配るおっさんもおるから、それに比べたらね、私はそらできないですよ。できないけども、やっぱり私だってね、この道18年のやね、やっぱり一発のドライバーって言わさせてくださいよ。あら、そんなヨタ話を喋るためにこれね、開始したわけじゃないんですが、まあ皆さんね、いろいろ ご不満があろうかと。お前みたいなね、お前みたいな本当に能力低いやつがどうやるなと、まあそういうご意見もあろうかと思うんです。やっぱり私みたいな能力低いもんはね、この道18年言うたって大したことできません。もう走ってね、ソープランド行ってね、銭稼ぐと、これしかできないんですよ。そのどっかの YouTuber さんみたいにね、この八方美人のようにはできない。悪いことは悪い、できんことはできん、あかんもんはあかん、もうこれしか言えないんですね。で、言うたらいかんことをわざわざリスクせよとまで言わんわね。視聴者さんからやね、具体性がないって例えば問い合わせがあった場合、パンダに具体性だのね、 YouTuber に具体性などいらんわっていう話ですね。荷主を抱えとけばね、伝票1枚荷姿1台ね、1個、それでも容易にね、分かるんですよ、分かる人には。だからこそ守秘義務っていうのがあるんですが、そこらあたりのですね、まあルールっていうんですか、そこを犯してまでね、合わせに行くような動画を出すわけにはいかないとね。お客さん持っとればね、私ニートだから。でもそういう守秘義務っては守るんです。自分のことだけで完結せんでしょ、相手があることだから。例えば私がですね、廃車した、外注した、仕事振った荷物の案件があったとしてね、それが自分も知らない第三者が YouTube で あやこうや勝手に荷姿映されてやね、特定されるようなことを言うた場合、やっぱりそんな口が軽いやつってね、やっぱり大事な仕事なかなか触れないというご意見もあろうかと思うんですが、まあ横道にそれましたけども、元気よく運転しております。もう本日もですね、15時58分ということですが、まあ仕事も終わられた方はね、もういっちゃ上がったなと、そんな人も多いんじゃないかなと思いますし、これから後半戦やとね、これから再配達回ると、こういう方もいらっしゃるわね。もしくはこれから夜行便出るんやとね、私みたいにこれからスタートやとね、明日の朝まで運転するぞという人間もおりますね。まあ人それぞれですね、スタート、そしてゴール、そういうね、交錯するような時間帯でございますね。人間模様ですね。
まあ仕事ね、事故もなくね、この繁忙期、事故もなくですね、終える、それだけでもうプロです。ね。そして秘密を守り、荷主の定められた時間にね、間に合う、これもプロですね。そしてやね、そういうのは当たり前のことなんですが、相も変わらず運転ができる、延着せず運転ができるための車両にお金をかけ、きちっと予備整備を行っているドライバー、これもプロですね。そしてね、売上増減のことも見越して、あらかじめ融資を早めに手を打って、資金繰りをきちっと余裕を持ってやってるドライバーさん、これもプロですね。そして救援物資、災害、そういう心動くですね、イベントがあった時に派手に見える部分にスポットが当たりがちですが、そっちに走った人間の穴を埋め、いつもと変わりなく仕事をする、これもですね、プロですね。それぞれの持ち場によってですね、与えられたもの、そして自分から作ったもの、いろいろあろうかと思うんですが、その持ち場を守る、これね、災害の時に幾度となく発信されてきている言葉ですね。特に大なり小なりですね、災害時というのはそれだけで心が浮き足立ちます、組織も浮きます。そんな中で抜けた穴をどう守るのか、そこで守る地味なこと、人から感謝される、そういう直接的に感謝されることに、それも崇高なことなんですね、素晴らしいことなんですよ。でもあなたが抜けた後のね、その穴を愛も変わらずいつも通りメンタル保ってやってる人間もおる、これもプロです。これも被災者支援です。抜けた穴をそのまま埋めるのもですね、大事なことで、いつもと昨日と去年と2年前も3年前も同じ時間帯で同じように仕事を維持しているあなたもプロなんですね。そういういろんな持ち場の中でどれ一つ欠けることのない組織運営ですね、自分の生活防衛、これ全てプロなんですね。そういういろんなところに思いを馳せながら、今日もですね、私自分の稼ぎのためだけに走っております。救援物資等はですね、しかるべき組織がまとめ、経済団体通じて要請があり、そのレールの上で粛々とやるだけでございます。わざわざ自分からですね、そこの場所に割って入るようなことを、個人のねミーハー的な考えに至るんはわからんでもないけども、大学生みたいなことにならないようにね、肝に銘じたい、そんな風な今日この頃でございます。まあこんだけ講釈垂れましたけども、愛も変わらずです。愛も変わらずがどれほど大事かね、そうわかる年なんじゃないですか。40、50、60、そんなことわかるね年なんじゃないですかね。20代とか30代がねするんだったら分かりますけどもね、そんな風なことを考えますけどもね、私は何があろうが愛も変わらずっていうことを大事に、頑張りズムなんてクソくらいと、昨日と今日と同じ余力で、同じ能力値で、オーガニックで勝負するっていうことに10年前も今も変わりなくやっております。それがいいのか悪いのか他人が評価することでなく、飯が食えてるか、元気に仕事が続けれるか、自分で評価してみてください。そんな風に思っております。いろいろ浮き足、同業者からですね浮き足立つような、空気感を感じ、まあ、勝手にね、発信したんですけどもね、ありますよね、こういう災害時に起きるときは晴れなところに目が行くのはまあしゃあないんですけどね、そんな人らにね心乱されてどなんするんだと、そんな風に思いますけどもね、今日も頑張りたいと思います。皆さんお疲れ様でございました。